はい、なんか最後悲惨でしたね前回ね。もうはい、ひどかったです。あれに関してはいじめでしたね。はい、あれこれ捨てられた後かな、もしかして。大丈夫よ。いしょ。捨てられた後だったら結構まずいんだけどな。一応リセットしてやり直してきたんですけど、終わった、もしかして。死んでる。さっきカード捨てられたターンだった気がするんだけどな。あ、大丈夫そう。大丈夫だよね。あいつが売り場にいなければ大丈夫。あ、オッケーオッケーオッケー。大丈夫だったわ。よかった。怖かった、今。あれ、さっきキング戻ってたっけ？まあいいや。はい。で、ここだね。うん。酔うわ。なんか球体だからかな。常になんかちょっと、気持ちね、なんか気持ちいい。ちょっとね、気分悪い。なんかね、酔いがあるんですよね。なんでかわかんないけどね、酔いがあるんですよ。まずバンク、そう、パトカーあるでしょ。はい、オッケー。これで売り場に行こう。これで売り場に行こう。よし、最初からこうすればよかったわ。パトカーマジで大事だわ、本当に。これ足踏みいいでしょ。で、星飛びもいらないでしょ。で、空港飛びとかもいらないでしょ。だから基本はもうライトニングじゃない、超音速、これね、超音速3枚、移動用の6大都市1枚、スペシャル持っておく、残りは。で、はい、 OK かな、これで。よし。ただ多分赤の方が早く終わるな。あと1箇所だからな、あいつ。1、もう1ばっかりな。マイナス1兆とかになってるし。またあんた何、私のこと大好きね。えげついね、キングボンビーさんね。ちょっとね、えげついよ、キングさんね。アフリカか。とりあえずアフリカこの辺に行ければいいんだけどな。物件取り何マスぐらいのところなんだろう。40とかちょうどいいぐらいじゃない？ 40 アフリカぐらいちゃうん、これ。どうよ。どう、合ってる、これ。合ってるんちゃうん。違うかな。違ったらごめんね。で、これでまずプラス駅があるよね、ニューヨークの隣の。そう、ここにいたはず。ここにいたはず。はい、OK。はい。いたよ。よし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 。いいね。あと2つ。ネスコ、テレコ。もう湖2つやね。で、1個はイギリスなんですよ。もう1個はイギリス。決まってる。で、こいつは、うん。まあ、しょうがないよ。そういうこともあるよね。はい。あ、グッドバイですね。まあまあ、うん、まあしょうがないよ。うん。しょうがないよ。そういうことあるよね。うん。はーい。あ、合ってるよね。あ、で、ここの赤マスか。これだ、25マス。OK。よいしょ。25マスか、でも。てか今冬なのか、これ言うて。よいしょ。じゃあこれも買ってはいいけど、意外ときついぞ。ロンドン行く、したら1234とか、まあスペシャルあるからもうそれでいいよね。うん、また金列車でボンビラしてきたわ。うん、まあかっこいいんだけどね、全然ね、かっこいいんだけどなんだよ。もうマイナスとんでもねえことになってるし、なんかちょっとショットのしさ、本当にあっという間に捨てられるな、キング来ると。わーい、ありがとう。超音速、あれさえ入れれば勝ちでしょ。だって違う、来た。どう、終わったこれ、終わった。あ、ナイス、服の神、それはナイス。今回ばかりはナイスだわ。はい、ありがとうございます。でけ、どうこれ終わったんじゃん。
終わったんちゃん。どう終わった終わった無敬礼無弁明で終わった終わった終わったやん。うわ、むずかった今回。ガチむずかった。うわ、あ、かっこよ。ガチむずかったわ。あ、これね、やばかった。ないでやばい。はい、もうじゃあ、ちょっと順番通りに。順番通りにね、もうはい、ネスコ、テレコ、ヒマラヤ山脈、パラワン島、で、ニュージーランド沖、クイーンズランド州、まあ、まずこういう順番通りにも説明していきますね。はい、いきます。まず、ネスコは、これです。はい、もう湖あるしね、ここにね。これはわかりやすかった。はい、この宝くじ駅に、ネスコがあります。で、次、テレコね。テレコがマジで時間かかったわ、探すの。今さっき止まってたこれです。このマイナス駅ですね。これがテレコですね。はい、これテレコです。じゃあ次ヒマラヤ山脈行きましょう。ヒマラヤ山脈はね、この辺にあります。このなんかラホールとかなんかあるところだね。はい、でここにあるんですけど、その中のここです。このプラス駅ですね。この斜め右斜め上、ヒマラヤ山脈のそう右斜め上にありますね。このプラス駅にあります。はい、で次ですね、パラワン島。パラワン島っていうのはこのなんかね、フィリピンにあるすごいなんか細長い島らしいです。だから一番この中で細長い島、まあ、これですよね。つまりこれに一番近い駅はってなるとここなんですよ。なのでここが正解になります。はい、ここが正解です。ここに、パラワン島、はい、パラワン島かな、あります。で次ですね、ニュージーランド沖。ニュージーランド沖はここです。もうまんまです。ニュージーランドに航路の中で一番近い青マス、これです。これはまあ分かりやすい方かな。そもそも航路3つしかないからね、ここね。はい、まあここです。で、クイーンズランド州、これが難しかった。なんとか州って書いてたから俺アメリカかと思ったんだけど、オーストラリアでしたね。オーストラリアのなんかね、この俺が今区切った、分かります、この区切った右斜め上っていうんですか、この右上、オーストラリアの右上部分、ここがあのクイーンズランド州らしい。はい、で、その中のここにいました。はい。このカード駅ね。この飛行機の右斜め下。うん、飛行機駅の右斜め下ですね。ここにありました。はい。ここがクイーンズランド州ですね。で、次。ポイント、グレーザンド、プレーザンド、ポイントプレーザンドかな、多分。はい。それですね。これも結構難しかったんだけど、ニューヨークのこの左のプラス席、ニューヨークの左のプラス席にありました。ここです。結構都会だから、なんか、そんなとこにあるのって感じだったけど、ここです。はい、ここにありましたね。で、最後、テグシガルパ。これは一番簡単でしたね。テグシガルパはもうまんま物件機にここにあります。はい。メキシコの近くだね。メキシコの近くって覚えとけばいいんじゃないですかね。テグシガルパ。はい。メキシコの近くの4マス周期の、右上。ここです。テグシガルパです。はい。まあ、ここ8カ所だったと。うん、なるほどと。うん、1,2,3,4 進んで、まあ一応もらいましょうか。なかなか難易度高かったな今回。特にアフリカアフリカのやつ、テレコももう二度とはいかないですね、これ。はい、モケーレムベンベ、うわーい、びっくりした。モケーレムベンベはでもね、とんがりにもいるからね。まあ、いや、テレコやばかったわ、難易度でも。あれ、ちょっと正直、俺の中で別格で難しかったっすね。まあ、今後民主共和国と、今後共和国を、俺がごっちゃにしてたのが悪いんだけど、まさか2つあると思わなかったわ。今後なんたらが。そう。わかんなかったわ。いや、ちょっと、世界地理込みすぎますね、私、ちょっと。いやでもある意味すごい勉強になったわ。なんかすごい勉強になったね。いやすごいいいことなんだけどね。いいことなんだけど、いいことなんだけど、いいことなんだけど、なんだかなって感じするよね。なかなかに骨折りでした。難しかったな。はぁ、難しい。はい、OK。てか今更だけどさ、これ結局、これは何だったの、アトランティスは。これあれかな、特別モードじゃないとなんか遊べないとか、そういうパターン、そういうことかな。何なんだろう、あのアトランティスはね。普通に気になるわ。
どこだったっけ、あとあれか、だから物件駅止まって物件買わなきゃいいんだ。はい、買わない買わない。よし、まあ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 大変でしたね、うん、まあまあ大変でしたわこれ。まあまあ大変やけど、うん、まあ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 本当まあまあだ、まあまあ大変だった、うん、もうそれ以外に言うことない、まあまあ大変でした。はい、僕はもう正直二度とやりたくないですねこのイベントね。せめてこいつがボンビラして脱出するまでちょっと動画にしましょうか。じゃあ一本ね、さすがに10分40秒短しすぎるもんね。よし、まあ別に短くていいんだけどね、短くていいんだけど、なんだろう、この先が大変になりそう、1個10分とかになっちゃうと。うん、あのね、 YouTube ね、動画の本数出しすぎるとね、なんかその日投稿ができなくなるみたいなあるんすよ。そう、なんかあるんすよ。はい、エジソンよろしく、アシドメールね。うん、はい、さすがにボンビラ捨てのやつに当たんないでしょこれ。そうでもない、ボンビラ捨てのやつ当たると思えないんだけど俺。よいしょ、ナッシュビル、ナッシュビルなんだねっていうか、ナッシュビルじゃないんだ、ナッシュビルだと思ってましたね僕は。はい、違うんですね。はい、サイコロ振って一歩一歩進んでいくしかないからね、ボンビラ捨てはね、一歩一歩進んでいこうじゃないか。えい、高いな、高いな、マイナスが本当に高いな。いや、てか高いっていうか、なーこわー、てか売り場、こいつ売り場行かなきゃまずいわ、普通にガチでやべえ。はい、売り場行かないとまずいぞ。やっぱ物件買ってないから、でもそれなりにさ大変だわ。なんかあの黄色が、あの金をキープしたままランドのとこまでたどり着けるかだよね本当に。そこが結構鬼門な気がするわ。ここに一回止まっちゃうのよ、なんなの、止まったせいでさ、なんかもうこれ以上進まなくていいんかな自力でって思っちゃうやん。ちょっと分かりづらいよねこれね。なんかやめてさ、ボタン、うん、ボタン押すのやめちゃいそうだもん。てか俺一回目やめたもん実際。うん、だからないないない。じゃあ赤はとりあえずカードの補充をしようで、黄色に関してはあいつはまあまあマイナス駅のあれ行くでもいいけど、到着機の5倍もらったところででしょ、5000億もらったところで。うん、あんまし意味なくない、意味あんのかな、まあ意味あったらごめんね。よいしょ、だって130何兆でこっち800兆でしょ、800兆とか言ってる中で5000億もらってもじゃない、だって8000でしょ5000億なんて、ぶっちゃけ。うん、もうちょっと賞金大きくなんないかな、この大変さの割にはね、この大変さの割に1兆円はちょっと少ない気がする。俺大変だもん、だってあのね、正直俺10兆でもこれやんない、もう2度目は、うん、2度目は10兆でもやんない、そんぐらい、そんぐらいめんどくさかったもん正直ね、正直な。うん、ガチだるかったよ本当に、ガチだるかった。普通にね、過去最高難易度だと思うわ、なんか。てか、ボンビラ姿勢がすごいな。ちょっとだんだん俺慣れてきたけどさ。だんだん慣れてきたけど、やっぱ我が強いな、ほんとに。今回なんでこんな、あれなの、キングボンビーさん、自分のこと大好きちゃんなわけ。ほんとに。違う違う、売り場行きたいのね。売り場行きたいんだってば、お前。ふざけんなよ。お前、殺す。マジで殺す、お前、ほんとに。あの、最悪だわ、この下出し、この下出し。なんか何こいつ、本当にフェラマシみたいなやつ、クソが野郎がマジで、おこいつ殺そうぜ、おい殴り合いしようぜ、おい出てこいよ、てってけてとか言うやつ、おい殴り合いしようぜ、ぶっ殺してやるよこれ、ふざけんねえもう、どんだけ悪態つくねん俺。めちゃくちゃ文句言うじゃん。いや言うだろ。でもよいしょ、ここでいいわ。よしで、物件は買わない、もうスペシャルで次1例入るしたら終わりやろ、あいつもなんとか。いやあれ難しかったわ本当に、マジで難しかったわ本当、どんだけむずいんだあれ。はあ、はい、壊れたよ。
毎回俺らが来るたんびに石像が1個壊れるようにしてあるんだね。1個じゃないけどさ、何個か壊れるようにしてあるんだね、ほんとね。律儀だね。てか星飛びやったやん。もうダルエスサラーム、もうわからん、わからん。名前長そうね。長そう、長いやつはなんかかっこいい。はい、微妙。あ、福袋買っとこうか。なんかなんかの表紙に当たり入れるかもしんないし、でなんかね、今回の福袋秋分に詰め込むらしい、カードを。そうなんからしいよ。だからスペシャル使うの忘れた、喋ってたら。それに関しては俺が悪いけどさ、俺が悪いけど、お前ふざけんなよ。視聴者のせいではないよ。それは少なくとも違う、それは少なくとも違うけどさ、もうなんでやねん。今ので線路壊れろ。もう一生そこにいるお前は、マジで。もう借金えぐいて、5兆とかさ、なんか5兆なんですけど借金。また別に俺これ狙ってやってんじゃないしね、狙ってやってんじゃないのに、この借金はもうおかしいわ。どういうことなん、もうどういうことやねん。来た、あーやっと帰れた。もう長かった。はい、ただいま。帰ってこなくていいよって言われそうだけど、俺は帰ってきましたよ。全然帰ってきたからね。全然帰ってきたわ。てかしれっとさ、ほんとしれっとね、あと20年で終わるんだな、これ。79年目でしょ、だって。もうあと、もうちょいやん。てか、カードマック入れとこうか、せっかくやし。物件飛び、はい。で、空き分全部詰められるんでしょ、だって、福袋。それだったら福袋1枚残してさ、これでいいやん。で、これ福袋使おうよ。何出るか続けば楽しみだわ。はい、で、2、はい、もう2、はい、はい、オッケー。釣られんねよ、お前、マジで。殺すぞ。オッケー。やっぱこれ結構難しいよね。モケレムベンベ。こいつが多分難しいと思う。コンゴからちょっと離れてるもん、なんか気持ち。オッケー。はい、ありがとうございます。こっから先は、もう集めても無意味なんですよね。じゃあやらないです。よし。いや、難しいよ、これ全体的に。本当にマジで。もうマジで難しいわ。あのね、こんなに難しいとは正直思ってなかった。あ、空き分全部じゃないんだ。へぇ。じゃあ俺誰かに嘘つかれてさ。まあ他人の情報だからね。そんなちゃんと自分の目で見ろって話だもんね。そうだよね。うん。攻略本見して。